どうした？いらっしゃい。なんじゃ？どうした？
いらっしゃい。こんにちは。なんじゃ？どうですか、時の海王神様。わからないわ。何か大事な歴史が変わった。でも何が変わってしまったのか思い出せないの。どこが変わったんじゃ。喉のところまで出てきとるんじゃが。俺も誰かのことを忘れてしまっている気がします。どうかしましたか。ああ、持ち帰った仮面ですか。これは一体誰のものでしょうね。バーダックさん、いや、もう一人これをつけていた人がいた。そうだ、俺はこの仮面をつけていた人を知っていた。その人を連れ戻すために俺たちは戦った。かけがえのない人だったから。俺と一緒に様々な歴史をめぐって一緒に戦い続けてくれた。あった！この歴史だ。ダメだわ、宇宙が崩れかけてる。ここは俺が何とかします。あなたは歴史の修正をお願いします。
あなたはどうしてここに。ここまで来てくるなんて、ここでドラゴンボールを消してしまう。あなたたちと戦う歴史そのものがねじ曲がる。何もかも変わってしまう。記憶すら消え去るはずなのに、私の口数がことごとく。ほんとまじする連中だ。事情はわからないが、どちらが歴史を争おうとしているかはわからない。これ以上、ここで好き勝手はさせないぞ。どうやら追い返せたようですね。強い人だったな。あんな人が来てくれるといいな。お帰りなさい。歴史改変も収まりましたよ。ありがとうございます。ミラもいなくなったようじゃし、ようやっとこれで一安心じゃな。まだよ、まだトアがいるわ。今回のようなことが起こる前にトアを探し出して。その必要はないわ。時の海王神様。どうやってここまで来れたんじゃ。この時の巣には結界が張られていたはず。あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ。あれも罠だったのか。ついに手に入れたわよ。爆弾のキリが眠っているわよ。これで間違いなく暗黒魔界を復活できるわ。真の狙いは時々の卵だったのね。これだけの力があれば、もう一度時空を操ることも簡単ね。おかえり、ミラ。もうこんなところに用はないわね。
どこまでしつこい連中。聞こえますか？あの最初血はつながるみたいに、皆さんは完全に壊れてしまっています。俺たちは助けに行くことができません。これが最後の戦いとなるでしょう。あなたの力で宇宙を救ってください。ミレ、何よそのパワーは。私の設計していない力だ。信じられない。私の計算を超えるなんて。時の狭間を漂いながら、自分に足りないものをずっと考え続けた奴らにあった。俺にないもの、それはどんな強敵にもひるまず立ち向かう飽くなき闘志。最初から強大な力を持って生まれた俺にはない魂の叫びだ。もはや最強とは名乗る前に、俺はこの戦いで俺自身の限界を超える。なんて言うの、あのミラをここまで追い詰めるなんて。こうでなくてはな。それでこそ俺が認めた強敵だ。限界を超えた反動でオーバーヒートしているわ。止まりなさい、ミラ。それ以上は危険よ。私の声が届いてない。このままじゃコアが暴走してこの宇宙ごと吹っ飛んでしまう。今のうちに逃げる。いえ、どれほどの爆発になるかわからないわ。爆発が次元を突き抜けてこの卵が壊れてもしたら仕方ない。ちょっとあなた、ミラを早く止めないと共倒れになるわよ。私も手を貸すわ。早くミラの活動を停止させてちょうだい。外して故障しちゃうなんて、最後の最後まで役に立たないわね。コアを取り出して修理しないと。その必要はない。俺はお前の設計を超え自分の道を歩み出した。俺は俺という存在を超える。お前という創造主を飲み込んでな。ミラ、そんな、私が作ったものなのに裏切るなんて。失敗。異常なエネルギー反応です。とてもいい気分。おい、聞こえとるか。あやつは時々
ちの卵のパワーを吸収してしもうた。もうわしらの手に負える相手じゃない。博士どこかに逃げるんじゃ。諦めんな、まだ早いよな。どうしたここに。ミスさんに頼んで送ってもらったんだ。やっと今までの鍵が消せんな。今度はオラがおめえを助ける番だ。自分でも信じられないほど力が湧き上がってくる。最強である使命も創造主の命令もまだ終わってない。自由という意味で今の俺にはお前たちに勝ちたいというそういう思いだけだ。サイヤ人の底知れない強さ、お前たちの強さを尊敬している。だからこそ倒す。これは信じられないほどのパワーだ。ロック、わしの声が聞こえんかったのか。ガチッとで返してくるんだ。そう言うなよ、じっちゃん。リレーとかなんとか、オラにはよくわかってんし、こいつがとんでもねえのもよくわかっけんど、でも、ここで戦わねえ理由にはなんねえ。こいつと戦ってると、ワクワクしてしょうがねえんだ。ここまで食い下がってくれるとは。だが、もっとだ。もっとあがいてくれ。こっちまで来て、あれやってんだけどな。
もっとお前たちと戦いたかった。すこれで全て解決じゃの。ええ、これでしばらくは静かに歴史を見守る仕事に戻れそうです。しばらくはか。また悪い奴が出てくるかもしれませんが、それに立ち向かうのが俺たちの仕事ですから。ほほほ、これからも修行あるのみ。中俺はまだまだ実力不足です。今回もそれを思い知らされました。心配するな。お前さんには仲間がおるんじゃからな。はい。だからこれは食べるものじゃないの。卵焼きなんてもってのほかだからね。そうに見えんだよな。何のためにみんなが頑張ったと思ってるのよ。ミラより立ちが悪いわね。ははは、わりわり。あ、みんな、やっほー。そろそろ卵から新しい宇宙の時間が生まれるわよ。みんなで見ていかない？記念すべき瞬間ですね。ぜひ。はてさて、次はどんな歴史。強いやつがたくさん出てくっていいな。のこら。ワクワクしてきた、ジェル。じっちゃん、先に言うなよ。
サンキュー、石さん。おかげで助かったぞ。終わったようですね。それではさっさと帰りましょう。あまり長い間違う時代をうろうろするものじゃありませんからね。そうなんか？今回のお祝いすっからごちそう出るって聞いたんだけど。ほう、残念だな。どうしてそれを早く言わないのですか？え？道理でさっきからビルス様の姿が見えないと思いましたよ。さあさあ、そうと分かれば行きましょう行きましょう。あ、ちょっと待って。アルファ、ウィッサー、ウィッソー、ちょっと。どれどれ、うん、うん、どっちもいいんじゃない。どこの誰なの。僕の大切なおやつの時間を邪魔するおバカさんは。いやー、ビルス様。あ、おいぼれ海洋神か。これはこれは、ビルス様。なんじゃ、またこっちに来とったんか。時々の卵が帰ったお祝いをするんだって。ちょっと覗いていこうと思ってさ。卵ごと時の巣を破壊しようとしてたくせにの。だから全部聞こえてるからね。君の独り言は声が大きすぎるんだ。わざとなのか。いいだろう、そこまで言うなら今度こそ破壊してやる。どうぞ、お二人とも召し上がれ。どれどれ。さあ、願いを言え。どんな願いでも叶えてやろう。別にシェンロンに頼まないで私が作ってもいいんだけど。チーズ、トッキー、チーズ。そうね、全員分用意するのはさすがに大変だし、頼んじゃいましょうか。チーズ。こりゃ、ドラゴンボールを枯れはずみに使いよってからに。まあまあいいじゃないか、せっかくのおめでたい日なんだからさ。そうですね。ではここにいるみんながお腹いっぱいになるくらいのとびっきりのごちそうを出してちょうだい。たやすいことだ。ウィス、やっぱり寿司はうまいぞ。アイスいつの間に。一時はどうなるかと思ったけど、あなたたちのおかげで助かったわ。トランクスもね、いつもありがとう。いえ、皆さんのおかげです。悟空さん、さっきからどうかしたんですか？いやー、ずっと気になってことがあってさ。何ですか？おめえたちって結局どっちが強いんだ？それはやっぱり先輩の方が。何言っとんじゃ、そうとも限らんじゃろうが。悟空だって兄貴より強くなったんじゃからな。どっちかしらね。そんなの戦ってみればわかることじゃありませんか。だよな、やっぱそうこなくちゃ。よし、かかってこい。ちょっと待て、どうしてそうなるんだ。この場合戦うのはこの二人だろ。お前はおとなしく見学していろ。そんなんつまんねえじゃねえか。ほう、悟空さんたら。